レイアウトむずいな。エンコードが高負荷です。あ、映った。スイッチもついとると。じゃあ行きますか。和骨どうも。オンショット。前の自分のファイアーエンブレム見返して、これ BGM 小さすぎなんかな。BGM でかってやっぱ思ったから、BGM を下げた。聞こえへんほどじゃないと思うからな。とりあえず今日はこれでいくかな。俺の耳には同じくらい聞こえてる。一応下げたけど、これでも下がってなかったら、もっと下げたらええっていう話やな。和骨どうも。できますか。よいしょ。記録から。第1部6章、レフカンディの罠。レフカンディって全く分からへんな。第1部6章ね。第2部20章まであんの？え、めっちゃ長くないか、このゲーム。40章ぐらいあんのか。第1部は20章もないんかな。全然分からん。ドゥッピー、ドゥッピー。第1部6章、レフカンディの罠。オレルアンを解放した同盟軍。中央航路を南下し、アカネイアの王都、パレスを目指している。和骨どうも。アカネイアの王都、パレス。彼らにとって最大の難関は、レフカンディの谷に築かれた無数の砦と、レフカンディの谷ね。そこに罠があるの。これを守る竜騎士、ドラゴンナイト。ミネルヴァ将軍指揮下のマケドニア、これなんて読むやろ、白騎士団。アカネイア王国に入る唯一の門、レフカンディをめぐって、なるほど。今、アカネイア王国は攻められてんねんな。今、激しい戦いが始まろうとしている。ですって。どうも、当事者です。なんか BGM まだでかそうやな。まあ、わからん、それは。いっぱい弓持ってはるな。ここスタートな。え、こんだけ縦長やな。うわうわ、ミネルヴァ、お前絶対仲間なるやん。ドラゴンナイトのミネルヴァ、天魔騎士だ。ミネルヴァとりあえず仲間にするか。ボスはこいつか。ハーマイン、パオラ、お前も仲間なるやろ。え、どうしよう。エスト。カチュア。こいつらは、ミネルヴァを仲間にしたら仲間になる。おい、仲間なるやつはもう自ら仲間になりに行ってくれよ。グルニア兵。まずこっちから攻めるか。扉は、あれやんな。鍵あるから開けると。店もあるやん。ええやん。ええリッチや。ほんで、アイテム整理。エンブレム。渡せんの？ああ、選ばれへん。アイテム。違う。アイテムもらう。いやー、これアイテムなー。難しいなー。14人選べる。15でいけんのか。マルス。うわ、マルスの横になんかエンブレムついてる。マルス以外のキャラにもあんのかな、そういう。ゴードン、カイン、ドーガ、ナバール、レナ、マリック、アベル、シーラ、ジュリアン、ジェイガン。オグマ、お兄ちゃんをおろ、ここに。ハーディンな、ウェンデル、ウェンデルおじいちゃん。サンダーの書8、ウェンデルおじいちゃん。カシムな、ハンターのカシム。ハーディン、ソシアルナイト。デビルアクスを持つバーツ。
ーん、どうしようかな。この辺もな。鉄の弓、鉄の槍。悩ましいな。カシム、カシムね。ぐー、どうしようかな。ハーディ、うわー、バーツ、誰が行きたい。リカードは俺。ホースメン、ホースメンね。馬かつ弓なんか、ホースメン。ソシアルナイト、ホースメン。ザガグチ、ウルフ。え、じゃあザガグチ行く。馬かつ弓、ハンター。いやー、チョイス悩むな。くそー、ジェイガンおじいちゃんとウェンデルおじいちゃん着る。サンダーの書、これ預けるか。マリ君、キルソード、アーマーキラー。ジェイガンおじいちゃんとウェンデルおじいちゃん外して、ハーディン、ハシム、バーツ、ザガグチでいくか。あー、おじいちゃん外すか。カシム、ダブルおじいちゃん外して、ザガグチ、ハーディン。あー、まあでもどうなんやろな。いや、ジェイガン外すか。ジェイガンとウェンデルおじいちゃん外すの。ウェンデルサンダー外すの。ハーディン、ソシアルナイト、ウルフ、ハーディ、バーツ。じゃあこれでいっか。待てよ、このメンツ選んどいて、アイテム整理。はいはいはい、ちょっとおじいちゃんは追ってもらって、アイテム、鋼の槍、鋼の槍、輸送隊に預ける。落ち着け。鋼の弓、いいよ。鉄の剣、アーマーキラー。なんかもらおうか。武器系はレナがもらえる武器はないな。 OK、 アイテムもらう道具系、リブローの杖。これなんなん、天使の衣とか、これ何。あー、ウェンデルおじいちゃんが持ってるのか、 MC のやつ。扉の鍵、あー、ジュリアン、カイン、難しいな。ウェンデルおじいちゃんが持ってる MC の杖、預かるか。ウェンデルおじいちゃんは追ってもらって、ほんで、マリク、キルソードとアーマーキラーは待てよ、輸送隊に預ける、預けるして、アイテムもらうか。武器系、サンダーの書もらおう。ウェンデルサンダーを受け継いで、アベル、これもな。え、鋼の剣と鉄の剣ってどっちの方が強いの。鋼の剣か鉄の剣か、いや、どっちが強いんかわからん。どっちが強いんや。とりあえずなんかもらわなあかんな。やりやり、手やりと、手やりね、手やり、鋼の槍、手やり、鋼の槍。 OK、 アベルはこれでいいか。
ほんで C だ。これもどうやっけな。銀の剣、鉄の剣はいらんか。 C だ。手槍な、鉄の槍。うーん、アベルが持ってる8、20が輸送隊が所持。バーツ、ジュリアン。これ鍵はジュリアンが持ってない、意味ないんかな。カインが所持。カイン、カイン。扉の鍵。カインでも開けれんのかな、まあ、試しにやってみるか。ジュリアン、バーツ、カシム。なんかないか、鋼の意味。まあ、ゴードンやもんな。って感じやな。オグマ、アーマーキラー。いいんちゃう。鉄の剣よりは鋼の剣は手に。鉄よりは鋼。ジェイガン。ジェイガンが鋼の剣持っとる。アーマーキラー。どうしようかな。オグマね。キルソードはオグマは無理なんか。くー、アーマーと鋼でいくか。いやー、これどうしようかな。ジェイガン、オグマね、まあ、もらっとくか。アーマーキラー、ザガグチ、ザガグチケンジ。なんかないか。ハーディ、鋼の槍、手槍両方もらうか。鋼の槍、手槍。ほんでナバールしかやっぱキルソードは無理なの。キルソードもらっといて、鉄の剣、鋼の剣、アーマーキラー。くー、これ天使の衣ってなんなん、これなんやマジで。天使の衣、鉄の槍、アイテムもらう。鋼の槍の方が強いんな。ハーディン持ってる、アベルも銀の槍。あ、ジェイガン、ジェイガンから受け継ぐか。銀の槍、これが多分一番強いんだ。鋼、鋼。で、降りれば、降りた場合、あ、鋼の剣な。待てよ。輸送隊に預けるわ。鉄の剣、預けるか？アーマーキラー。ほんで、いやー、どうしようかな。悩ましいな。傷薬1、傷薬3、アイテム渡す、あ、違う、アイテムもらう、道具系、ゴードン、マルス、ジェイガーの、じゃあ傷薬もらうか。これ誰が持ってんの、輸送隊か。傷薬、ジェイガーの傷薬もろて、レナ、ナバール、ドーガ。アイテムもらう、鉄の槍、鋼の槍、アベル、ハーディ、 C だ。どうしよう、これでええんか。鋼の剣は無理なんやけな。鉄の槍、鋼の槍、ナイトキラー。くー、わかんねー、わからないよ。カシム、バーツ、行ってみるか、とりあえず。ようわからんけど行ってみるか。一旦じゃあ記録して挑んでみるか。とにもかくにも15人選んでるんな。オッケー。
じゃあ行ってきます。多いなー俺らのユニット。あ、ハーマイン将軍、私はこんなやり方には賛成できません。はい、もう仲間なれ今すぐに。栄光あるマケドニアの騎士として正面から堂々と戦いたいのです。罠？どこに罠あるんや。しかしミネルヴァ大女やった。もう男女の性別わからん。ファイアーエンブレム。しかしミネルヴァ王女、あなたのマケドニア軍はオレルアンで多くの兵を失ったのだ。体制を立て直すにはこの城で時間を稼ぐしかない。私は陛下のご命令でここに派遣された。ここはおとなしく従っていただきたい。それでもなおあなたが帝国に立てつくというなら、妹マリアの命は保証できないな。妹マリア、わかりました。ここはあなたにお任せします。しかしこんなやり方でアリティアの騎士団が倒せるとは思えない。あなたもいずれきっと後悔することでしょう。ほう、にゃー、妹はどこおんの。ここおんのか。妹を助けて妹で行ったらええんか。まずはカインで開けれるかやってみるか。カイン、ここって道具、あ、使える。カインでも別に開けれんの。いけるね、オッケー。ほんじゃあ脚力のあるアベル、いやー足りひんなー。シーダ、ザガグチ、ハーディ、これやばくね。マリク、おい嘘やろ、おいマルスしか無理だ、やばいて。いけるか。レベル3、レベル3、いやーちょっと、これカイン大丈夫。いや反撃できへんやん。傭兵、傭兵、いや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 、どうしよう。こいつ攻撃する。ここに置けば誰かしらがやりにくい。動画をここに置いて待機。ほんでナバールの道具はどういう道具なの。店行ってみるか。ナバールで店入る。買い物、買う。いや鋼の弓ないな。鋼の剣と鋼の槍、細身の槍、手槍。金的には鋼の剣が一番強くて、次に手槍、鋼の槍、細身の槍。って感じやな。鋼の剣は装備できる。まあ、じゃあ買うか、一応鋼の剣。お金もあるしな。鋼の剣一応買っときますか。はい。ほんで、いいえ。ほんで、道具。最大 HP が7上がる。なるほど。そういうのあんの。天使の衣。ああ、なるほど。これをじゃあ HP が弱いやつ。いや、マルスかな。絶対に使うやつ。それはまあ、マルスやな。ここ取り出で回復できる。山。回避 25%。森より隠れられる。じゃあまあ、いやー、どうしようかな。ゴードン。ゴードン狙われる可能性あるかな。どうしよう。マルスで情報。重い武器を装備すると動きが鈍ってしまうから、弱くたって軽い武器を装備するのも一つの作戦だな。
え、武器に重さってあったっけ？重さ。攻撃速度のことかな。え、移動できへんくなる。回避。移動力なら、重たい武器持ってんのはどうかやな。いや、わからん。重たさ？武器の重たさ？いや、どうしよう。バリ。悩ましいなぁ。座が口が、情報。ミネルバってのは本当はマケドニアのお姫様なんだ。だけど妹がドルーアに捕まってるから仕方なく戦ってるらしいぜ。みんなは怖がってるけど本当はとても綺麗で優しい人なんだって。ミネルバ。なんとか助けてやれないかな。頑張ります。ミネルバを助けます。ハーディン。ハーディン情報。ワーレンの港には珍しいものがたくさん売られているらしいよ。もし行くんならそれまでは無駄遣いしないようにね。マジか。じゃあ無駄遣いしたらあかんやん。ワーレンの港。そこで無駄遣いせよ。どうしようかな。ターン終了、甘えか？オグマ。アーマーキラー。オグマもこれぐらいじゃ近づいて。ジュリア、シーダ。なんともやな。一旦ターン終了してみるか。死ぬなよ。はいはいはい。一人で来んねんな、あいつ。いやーちょっと、はい。いやマジでドラゴンナイト？うわ結構攻めてくるな。ミネルヴァどうする？うわミネルヴァも来るやん。いやマジか。どうしよう。竜騎士団。ミネルヴァには誰がいいの？どうしよう。ミネルヴァ。ハチュア、エスト、パオラ。いやーちょどうしよう。しかもこの位置ちょっと邪魔やな。いやーちょっとどうしようかな。くえ、どうすりゃええんや。いやいや待て待て待て、なんかうまくないな。どうしよう。鉄の槍、銀の槍、ジェイガンの銀の槍、アーマーキラー、傭兵やもんな。鉄の剣。ちょ待てよ。どうしていこう。アベル。そっからそんな来れんねや。手あり。座が口。カインじゃあ行く？カインで。いやー、じゃ分からへんな。分からん。これ行ったら逆に危ないか。待つべきか。引くか。引くのもありかもしらん。待機。待機。民家じゃ危ない。待機。一旦こんなんで行ってみるか。カシム。回帰。バーツ。回帰。いや、わからんな。ターン終了。どんな感じや。やはり、こんな戦いは我慢できない。ミネルヴァ。
パオラ、カチュア、エスト、帰りましょう。なるほど。一旦帰ったな。まあ、これで心置きなく全員倒せばいいんだ。いや、やらしいな、こいつ。このグルニア兵。やらしい。やらしい。やらしいな。お、バーツに来た。グルニア兵の攻撃。いいね、バーツ。おー、結構食らうね。え、バーツやばいか？誰や？オグマ。大丈夫？いいねー。オグマいいねー。さすがのオグマ。カイン。避けろ！よっしゃ！いいっすねー。ほんなら、なんか来とるなー。ドラゴンナイト、竜騎士団。ロッカー。でも動画でロッカー。はぁ？全然食らえへんやん。弓矢か？竜騎士団やば。落ち着け。竜騎士団。ドラゴンキラーとかないもんな。いやー、ちょ、待て待て待て、どうしよう。ペガサスナイト。ホース、長口。いや、待てよ。ペガサスナイトは弓に弱い。せやから、落ち着け。まず、こいつを、誰でどうすんねん。動画。いや、これ強すぎるな、ドラゴンナイト。これどうしよう。これを、なんとかしたい。ナバール。いやー、ちょ、どうしようかな。マリクもおるね。ナバール。マルス。カイン。ここ行って、このアーチャーをまずやるか？いやーどうしようかな。まずこいつか。アーマーキラー、銀の槍。カインで、ニコナはもうあと2分。どうしよう。落ち着け。まあ、じゃあまずカインで行こう。このまま。降りてアーマーキラーにはせんが、攻撃。攻撃速度。どっちの方がいいな。鉄のレーター2回いけるか？攻撃速度は。いけるか？ 2 回。いや、こいつ早いな。じゃあ失敗か。銀のやりの方が良かったか。いいっすね。グルニア兵素早いな。カインは銃の経験値。ほんで、こいつを誰がしばくか。80人。オグマ行くか。いや、オグマ死なへんよな。オグマが、こっから、攻撃。鉄の剣で、OK。いけるはず。オグマ。あー、オグマ弱い。オグマが思いのほか弱い。あれ？敵強いな。オグマがそんなやった。いや、これ動画大丈夫か。まあ、じゃあ動画で。いやーどうしよう。攻撃、鉄の槍、上のやつ。ニコ生は枠替え。肩を揺らして動画。オッケー。ふー、32の経験値ね。ニコ生は
ワークを変えます。水分欲しいな。水分取ってくるか。まあ、さっき水分いくか。よいしょ。さっき水分。よいしょよいしょ。まあミネルヴァとはここでは戦わんでいい。まあ、次への不利やな、ミネルヴァの下りが。ただこのどうしようかな、このドラゴンナイト。これで多分ニコ生ついた。メイビー。よいしょ。動画が倒してくれて、ほんでや、ほんでどうしようかな。マリック、マリックいけるか。攻撃、あ、下流ちゃん、あ、飛行系。いやどっちや、下流ってなんなんや。どうも、これドラゴンナイトにはどっちの方が効くんやろな。ブリザーの初夏エクスカリバー、下流ってなんや。クラウンかな、やってみよう。竜、竜騎士団ドラゴンナイト、はい。ブリザーの初、どれぐらい食らう。7か。エクスカリバーの方が良かったんかな。で待てよ、弓系が、いやこいつをまず近距離系でしばかなあかんな。ナバール、マルス、アベル、シーダ、ジュリアン。いやジュリアンとかも死んだらマジで嫌やもんな。どうしようかな。ここにもなんかいてはるしな、嫌な感じの人らが。どうしたもんかね。座学口はまだ弱いから、座学口はこっちから和骨ドーム攻撃、鉄の弓いったれ。座学口、座学口剣士いいね。あとちょっとやな。こいつはじゃあ、ジュリアンかシーダか。まあバーツにはどいてもらうか。バーツ HP13。あーやばいな。バーツ引くか。バーツは、バーツには引いてもらって。ハイキー、ハーディンレベル6、アベル、シーダ、ジュリアン。シーダがこいつを、まあせやな、こっから降りるか。降りて攻撃、まあ鉄の剣でいけるでしょ、多分いける。誰シーダ、いいね。4、結構危ないか。オッケーオッケー、よし、いいよ。ほんでこいつ、HP18、 いやーゴードンなー、体力なー。マルス行く、ナバール、こいつジュリアンでも届いちゃうんか。
なるほど。アベルレベル4、ハーディンレベル6、ハンターのカシム。じゃあジュリアン冒険するか。いや死にそう。いやジュリアン攻撃鉄の剣いったらんかい。ジュリアン、いやー弱え。マジか、ジュリアンあんま強くない。アベル、ハーディン、カーマルス、ナバール。いやこいつ倒せんの誰や。アベル15、攻撃15、ナバール攻撃13、攻撃速度9、攻撃11、攻撃速度8、2回攻撃ができるってことか。アベルは無理やな。ナバールとマルスやったら多分2回攻撃。あーマルス死ぬかな。ナバール、えーくー、わかんねー。マルス、いやミスってんのかな。攻撃、鋼の剣、アーチャー、いったれマルス、王子マルス、オッケー、いいね。それは強くて、いいよ。このドラゴンナイトどうやんねん。竜騎士だ。ゴードン、HP 不安やな。いや、ゴードン死にそうやな。ゴードンもあかんか。傷薬持っとったっけ。持ってるな。いやー、悩ましいな。カシムも弱いもんな。フェアリ、いやーどうしよう。ゴードン攻撃、鋼の弓、どれぐらい食らう。いったらゴードン、いやー強い。ゴードン強っ。ナイスゴードン。これ耐えられへんかな、ゴードン。ナバール、ナバールはじゃあこいつしばっか。カシム、ハーディ、カシムでこれ下いけんのかな。いけるね。いったねカシム、やったねカシム、一発。うわーいいね、すえー弓大事やな。ほんで右下まで行けるのは、ハーディンは左下も行けんね。アベルで手ありという手もある。なるほどね。じゃあまずアベルでこっち行って攻撃、手ありかましたら、アベル当てろ。オッケー、いいね、ナイスダメージ。ほんで、ハーディンで芝子。あ、槍しかないんか。じゃあ降りられへんのか、ハーディン。あ、手ありもあるね。あー、まあ手ありでこいつという手も。やば、それはないか。ハーディンがじゃあ、手あり使わんといけるよな。ハーディンで、真正面まで行って、鉄の槍やったら、鋼の槍よりは軽いんだよ、鉄の槍。だから攻撃速度は速い。まあ、鉄の槍でいくか。多分 HP4 はいけるはず。いったね、ハーディン。ソシアルナイトフィーバー。オッケー、強いなー。ハーディン、強え。王帝ハーディン。あ？あ、鍵ゲット。ほんで、傭兵。傭兵のナバール。攻撃。キルソード強いな。存分に使うか。
ナバール専用武器やし。いったれナバール。うん。まあ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 。悪くはないダメージ。ほんで、でもゴードンは体力。どうが。ああ、カインもな、オグマもねって感じか。これじゃあ、バーツじゃなくて、カイン回復でいくか。レナ、ああ、無理や。じゃあ、オグマか。オグマ、ゴードン、ドーガ、カインね。じゃあ、バーツいっか、おとなしく。バーツ次砦入りそうやな。じゃあオグマするか。こう言って杖。遠くにいる味方の HP を10回復する。リブロ遠くってどういうことや。一回使ってみるか。 M シールリブロ。うわーすげえ、どこでもいけるやん。じゃあやばいのはゴードンではないな。やばいのはカイン。はい、リブローの杖強っ。完全にライブの杖の上位互換やな。オッケー。ほんでじゃあターン終了するか。ターン終了。さあどうくる。やられはせんでしょう。誰や？お、マルスに来んのか。いいねー、ナイスマルス。さあ、このペガサスナイト。うわー、悪るこいつ、悪る悪る、やっばこいつ、極悪人や。ひぃー、マジかよ、こいつ悪っ。こいつは許すなよ。状況じゃない、ユニットレベルは。オグマとザガグチ。ザガグチどこや。あれ、ザガグチってこれか。ザガグチが行ったれ。ザガグチ攻撃。はい、倒せんじゃね、ザガグチやったら。相性はいいはず。効果は抜群だ。オッケー、ナイスザガグチ。いいよ。ほんでこいつには近距離で、まあ、こいつをやるのはオグマやな。でマルス村行こう。待機。じゃあナバールはもともと上級職キャラ成長良くないからあまり使わない方がいい。もともと上級職キャラ。ザガグチはそうなん？このホースメンって上級職？じゃあザガグチも控え行くか。ナバールはここ行って待機。あれはジェイガンとか、うわ何やったっけ？ああおじいちゃん。ウェンデル？ジェイガンとかウェンデルのことか。ホースメンはハンターの上級職。なるほど。ってことは、おいおいカシムが、ホースメンなんねや。あ、やっぱ上級職なんやな。確かにその、カシムは、まあ、陸しか歩けへん弓矢で、ホースメンは馬にも乗れる弓矢やもんな。なるほど。じゃあ、ザガグチは、今回だけやな。オグマは？DJ オグマがこいつしばきます。攻撃いけるでしょ。鉄の剣いったれオグマ。やったるんだオグマ。オッケー、ナイスオグマ。いいよ、早いな。もうこの軽快な BGM。 あと敵は4人か。同じ弓ならホースメンは室内だとハンターになっちゃうからゴードン一択ですね。アーチャーの
いや、ゴードンはもうレギュラーよ。俺が初プレイの時にいきなり殺したゴードン。もちろんリセットしたけど。バーツこれいけるか？鳥で。おい、無理やんけー。頑張れよ。カイン。カインなんとなくこの辺。で、ドーガ。順番に回復しよう。まあじゃあ、バーツが次鳥でね。次鳥で。レナの回復をもらうのが、あ、シーダーはじゃあ乗るか。こうして、乗る、待機。あ、そっか、レナも食らったんか、レナ自身も。じゃあ、レナが鳥で行ったやんか。なるほどね。じゃあ、みんなで鳥で行こう。食らったメンツは、動画、待機、ゴードン、待機、食らってへんメンツは進もう。ジュリアン、待機、カシム。斧使いは転職できないからいつの間にか戦力外。今来てんのやったらバーツやな。まあね。後半は結構インフレするんか。ちゃんと、でもさ、それ知らんかってさ、じゃあ、まあでも、それでもクリアできへんってことじゃないんか。まあ、苦しくなるよって感じ。まあ、それでクリアできへんのやったらな、厳しすぎるやん。まあ、ゴードン傷薬やったんか。じゃあ、使えよ。甘えるな、レナに。レナの回復も無限じゃないぞ。レナこっち行って、杖。遠く、まあ、ライブの杖な、使うんだ。ライブの杖で、動画。クリアできへんほどではないけど、まあしんどくなる。まあでもそれくらいやったらな、あんまりこう、容易に戦力外にするんじゃなくて、使いたいやつ使いたいけどな。まあでもハンターのカシマがホース目になるところとかは、まあ見たいっちゃ見たい。アベルとハーディ。でもこいつらでな、さっき行ってもしゃあないよな。まあターン終了するか。敵は来んのかな？来へん。俺ら間違い。まあ、マルスが、村入って、はい。ノーアンタ。シキという名前の幼い女の子を見なかった。シキ。シキは、ナーガ一族のただ一人の生き残り。これ、竜神族か。え、女の子なんや。幼い女の子、チキ。あの子がいないと、メディウスの配下となったマムクートたちを倒せる者はいない。そうなん。そんなに重要なキャラなんや。竜神族のただ一人の生き残り、チキ。わしとて、下流族の端くれ。じゃが、ペナルティで大事なものをなくしてしまい、今は戦うことすらできる。下流石ちゃん。あるぞ。わしも共に行くから、どうかチキを探してくだされ。おい！お前誰や？バヌトゥ。え、こいつにじゃあ下流石持たしたらいいんか？いや、チキが持つべきなんか。バヌトゥ。マムクートのバヌトゥ。なんじゃこいつ、味方なった。誰やねん。ま、あ、オグマもな、ちょ、食らってるな。で、な、足りひんな。まあ、じゃあ、バーツが、砦で入る。ほんで、まあ、みんな進むか、じゃあ。しゃあないな。進みたいんでしょ？待機。マリック。ウェンデルおじいちゃんの分まで。頑張れよ、マリック。で、動画は元気いっぱい。元気いっぱいの動画。待機。そうやな、この BGM、そっか、満身 BGM か。気ぃつけなあかんな。お前、ゴードンはさ、傷薬使えよ。いや、まあでも、砦でちまちまするか。どうしようかな。レナ。
これライブの杖とかも節約した方がいいんかな、バンバン使った方がいいんかな、全然わからん。まあ傷薬は節約した方がいいよな多分。まあじゃあゴードンも一応こっち行って、この辺行って待機で、レナがここで杖ライブゴードン、まあオグマも回復してほしいか。まあじゃあオグマも回復係いっか、回復係っていうか、まあ回復され係やけど、オグマ、オグマもじゃあまあこの辺行って待機、ホースメの座が口、座が口、これであれやカイン、すごい進むやんカイン、いいね、積極的やな。ナバール、傭兵のナバール、いいよ。ハンターのカシム、レベルアップしたいな。回帰ハーディ、王帝ハーディ、お前一人で行くなよ。アベル、ついてけ、そうそうそう、友情友情、いいね、まあ、これでじゃあターン終了。どないや、てかマルスを待てよ、あのマムクート置いてくなよ。なるほど、マルスがガーって行って待機で、バヌーというはそのマルスから逃げるように、お前でも戦闘できへんやん、引っ込んどけ。動画がこの辺進む待機、ほんでゴードンは元気いっぱい、進めゴードン、待機、そこどけバーツ、すいません、どいて、でレナがそこ入って杖ライブバーツ、癒して差し上げましょうバーツさん、オッケー、これで次からバーツはもう前線に、レナはレベルが9、いいよ、上がってけ上がってけ、力プラスとかめっちゃ今回復するんじゃん。オグマはもう杖って店で買えんのかな、そこもようわからんな。オグマ、まあじゃあ回復され待ち、回帰、マリク、魔導士マリク、ウェンデルおじいちゃんの意志を継ぐ、ホースメンザガグチ、積極的やね。盗人ジュリア、レナとイチャつく、レナとイチャつきがちなジュリア、ナバール、この辺まで来る、歩みを進めるね。カシム、こっち側にも行けんのか、待機、ここにいてはんのが司祭、あこいつ回復だけやん、ブルニア兵、アーマーナイトね、こいつはジェネラル、ニマス攻撃せなかった、待てよ、アベル、待て待て待て、上まだおるな、カインが、いや当たりひんな、カイキで、シーダがここ、ハーディ、あーまあシーダに、ま、まあどうしようどうしようかな、ハーディンだいぶ来とるな、アベルもだいぶ来てる、アベル待機、あーあ砦か、ここ、あここも砦やん、店じゃねえ、砦ばっかりやんけ、ハーディン、待ってこの辺おる、こんな感じで終了するか。敵は？敵はどない？こうへんな。ナイスナイス。んでマルスはいいね。その機動力。バヌートゥはだって何もできへんや。バヌートゥはじゃあこの辺で。バヌートゥ
元気いっぱいバーツ進む、元気いっぱいゴードンもちろん進む、元気いっぱい動画進む。いいよ。で、レナは10、あー、レナとオグマな、これまあ回復。まあじゃあオグマはレナの前来て、しゃあないな、回復しちゃって。杖、ライブの杖、はい、しゃあなしやで。バンバンライブの杖、オッケー、よしよし。でこいつはマリク、マリクイシュタールシーダ、結構おーって感じ。こいつじゃあしばきに行く。ジュリアン、あんま前出んのは怖いな。サイキ、ナバール、いいよ、サイキ、カシム、うーん、カシムね、まあ、こっちかな。サイキ、シーラ、まあ、こいつらはまず遠距離でな、なんとかしないもんな。アベル、アベルいけるね。ハーディンもいける、カインもいける。あー、まあホースメのザガグチはもうじゃあおとなしくしとって、じゃあこのカインとアベルとハーディンでいきます。うん、経験値70、70、49、まあ、とどめはじゃあどっちかで。ハーディン強すぎるかな。 HP27 でも結構あるな HP。 待てよ、まあ、じゃあまずカインでいきます。攻撃、まあ鉄なりでいいかな。ジェイガンの銀の槍は使わず、さあ行ったらカイン、どれぐらい強いな。いいっすね。これでも10に食らわしたんか。攻撃が16やった、攻撃速度。あー、鋼の槍、鉄の槍やったんか。あー、どうしようかな。降りて鋼の剣、手槍、うーん、悩ましいな。いや、ハーディンやったら倒しちゃうかな。アベル、アベルで、あー、まあアベル、いやー近すぎか。いや、まあいけるでしょ。降りる、攻撃、鋼の剣、ニコ生あと3分、早いね。いやー倒しきらへんのか。いや、じゃあこれをじゃあハーディンがやるのはやめよう。一旦保留で、アーマーナイトね、アーマーキラー、まあ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 、ターン終了するか。なんとの、え、何、ちゃんと4人ちゃんと増えたな。マジか。落ち着け。砦はやっぱ抑えなあかんねやな。6ダメージ。まあ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 。落ち着け落ち着け。焦らんかったらいけるはず。いや、ちょっと嫌やな。嫌な予感すんな、アベル。耐えろよ。耐えてくれよ。嫌やな。いいねー。あ、ナイスアベル。とりあえずナイスアベル。ちゃんと砦は抑えなあかんねんな、やっぱ。いやー、ソシャルナイトレベル 3? はー、よかった。ナイスカシム。おい、来るねー。当たるな、当たるな。ソルジャー、当たるな。いやー、いやー、怖すぎる。待って、敵強いな。砦はちゃんと抑えな。おい、回り込んでくんなよ。
やばいやばいやばい、落ち着け落ち着け。はっ、いやー、ちょっと待ってくれ、アベルを殺すな。杖を使うという手もあるな。落ち着け、焦るな。やば、鼻出てきた。いやー、ちょっと良くないねー、マジで。避けろ。いやー、いや、やらしくね。あー、いや、余裕ムードじゃなくなったー。なるほど。まあじゃあ一旦あれやな、また水分取ってから枠変え、ニコ生枠変えますわ。いや、マジか。あ、待て、レナ動かしたか、危ねえ。バヌティ、なんとなくバヌティここ追って待機、水分休憩して枠替え。マルスも前線進んで待機で、一旦ニコ生終わって、いや、ちょっと待ってくれよ、もう。はぁ、やだやだやだよ、死にたくねー、死なせたくねー。はぁ、マイターンじゃないでな、マイターンやったら終わりやで。いや、まあとりあえずこのターンしのごで。あ、ちょっと待ってよ、ひどすぎるよ。落ち着け、一個ずつやれることやろ。レナは、いや、ちょっとね、ちょっとね、やだね。いやー、よいしょ。まあまずバーツは進むよ。どこまでも敵さんいてはるね。ゴード、いやー、でも全然足りひんな。いや、動画も足りひん。くー、マリクは足りるな。マリクはどっちかのソルジャーいける。ザガグチも、結構いけるな、ザガグチ。シーダー、結構いける。ワコツどうも。ハーディ。いや、ちょっとこれいじめやん、ほんま。アベル、アベル絶対死ぬなよ。いや、リッキー、どうしよう。ナバール、助けてくれ。ジュリアンもそっか、やばいんか。砦入れねえ。食らったやつは誰や、カシム。砦には入れるけどって感じか。くぅ、砦一旦は大丈夫やな、さすがに。いやー、どうしようかな。マリク、こいつ行くのか、こいつ行くのか。あ、でもこいつ HP5 か。なるほど。っていうことは、こいつは一番簡単に仕分ける。せやな。だからマリクを使うまでもない。まあ、だからこいつこそジュリアンでもいい。いや、でもこの辺とかもちゃんと倒さない。や、もう怖い。怖いよ。和骨どうも。山行ける？ジュリアン。はぁ、いや、外れる可能性あるか。いや、ないよな。
あーどうしよう、落ち着け落ち着け、ジュリアン、こっからジュリアンレトリーバーの攻撃、絶対勝てる、絶対勝ったはず、お願い、絶対勝った、お願いお願い、あーよかった、必殺も加わった。お前ジュリアン殺したら俺もうほんまレナに顔向けでけへん、ジュリアンは絶対生きろ。ほんでそうなった場合マリクがここのソルジャーをしばこう、攻撃、あーどうなんやろな、エクスカリバーはめっちゃ強い、ブリザーサンダー、下流、何がいいんやろな、エクスカリバーがまあ一番強い、待てよ一旦押して帰れるっけ、こいつの攻撃速度はゼロゼロ、待てよ攻撃速度が一番速いのはサンダーの人、じゃあマリクサンダー一回、これでもな使用回数とかな、くぅどう使ってったらやろな、ブリーザー、だってこいつソルジャーやから下流でもなければ飛行系でもない、まあ、じゃあマリクサンダー行くか、ウェンデルから教えてもらったマリクサンダー、くらえマリクサンダー7、もう一回 OK、 はぁ、避けるなよ、いやじゃあうわじゃあ失敗したかな今の、ソシアルナイト、カシム、うわどうするよ、ザガグチ、ザガグチね、いや待てよ今の失敗かな、やっぱベスト尽くすべきやったかな、ハーディン、シーダ、くーどうしよう、おいおいどうするよ、カイン、ナバール、この回復、いやこの二人しばくかとりあえず、せやなこの二人しばくんがいいと思う、ほんでアベルは逃げると、いやー馬乗ってないからあんま逃げられへんか、アベル、どうしたもんかね、下のやつって HP10 か、いや鳥でも抑えときたい気持ちもあるけどな、でもレベルはもう上がるんか、落ち着け、どっからやってく、まずこことここでカイン、ナバール、カイン、ナバール、まあ、どっちからでもええか、ナバールが、あ回復、いや回復のやつはやらんでいいな今は、多分ナバール、ナバール攻撃、キルソード、いやまあええか、まあええや、まあまあまあ、うそ、いやーちょっと待って、大丈夫かナバール、アーマーナイトとの相性悪いんか、いや失敗したかも、いやちょっと失敗したかもしれん、うそー、アーマーキラーあるやんな、これじゃアベルが上倒してアーマーキラーでいくか、カインはこっち行って降りてアーマーキラー、いける、やったれカイン、オッケー、いいね、ナイスナイス、
ちゃんと相性で。レベル5ね。いやん、いやん。みんな生きて帰ろう。で、こいつを、アベルやったらしばけると思うな、俺は。あ、プリズンに入るっていう手もあるんか。いや、それもありやな。これで入るか。こっち行って、乗る、待機。いや、待てよ。あかん、これ死ぬんじゃん。あー、失敗したかも。待て待て待て、落ち着け。ハーディン。あ、座学地か。ハーディンでもいいし、シーダでもいい、オッケー。こいつじゃあシーダで倒すか。カシムは、あー、シーダで、待てよ。ソシアルナイト、ハーディン。ナイト。ソシアルナイト。え、ソシアルナイトってまだ成長するんやっけ？じゃあ、ハーディもまだ成長する余地はあるんか？レベル4。レベル6。いやー、これ落ち着け。シーダで、こっち行って、待てよ。こいつ HP なんぼやっけな。4。いや、万が一があるか？レベル3。じゃあ、ベストを尽くそう。あ、でも降りて銀の剣か、細身の槍か。ここで、降りる、攻撃。いやー、これ失敗かな。銀の剣。乗ったままの方が良かったかな。そんな気もする。オッケー。強いね。さすがシーダ。よし。こいつ攻撃する術ない。またこの BGM か。ナバール。いや、絶対倒さなあかん。いや、でもこれ怖いよな。怖さあるな。怖さがあるよ。砦で入っちゃうか。砦で入っとくのが無難な気もするな。このソルジャーは絶対倒さなあかん。鉄の槍、鉄の槍。カシム移動力9、1,2,3,4,5,6,7,8,9 とかもうあるもんな。砦か。いや、砦でも襲われる可能性あるよな。いや、ちょっともう勘弁してくれ。待てよ。ソルジャー。カシムソルジャーやれるほどの力はないか。どうしよう。いや、もう死んだら嫌すぎる。ハーディン。座が口。こっから行くか。座が口、こっから攻撃。はい、行ったら座が口。座が口ケンジ、オッケー。7ダメージね。今の座が口が攻撃12、13いける。ただその次やな、問題は。だから HP なんぼやっけ。まあ、大丈夫か。大丈夫でしょう。こっから攻撃。はい。いや、多分いけるよな。無理かな。レナに助けてもらうか。オッケー。レベルアップ、レベルアップ。生きて帰るぞ。ほんで、ハーディンが、もうぶっ刺すでしょ。こいつのことなんか。
待てよ。こういって攻撃、鋼の槍、ハーディン王手、ソシャルナイト対決、いいね。負けんなよ。まあ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 。ほんで現状体力やばいのはハーディン大丈夫、やばい候補はまあカシム13、カシム13、いや多分大丈夫やろ。あ、ジュリアンも結構食らってんのか。ドーガ、ゴードン、くー、リブロー、誰かにリブロー行くか。いや、ターン終了甘いかな。多分いけると思うねんな、多分。おい、これ、マジかよ、ずっと増えてくんのか。じゃあ無理や。最悪や、もうそんなん知らんもん。こいつらずっと増えてくんのかよ。もう最悪や。避けたー、カシム。これも絶対、うわ、もう。しょうもー。消耗、避けろ、みんな避けろ。え、これ毎ターン増えんの、あかんって。それだけは勘弁してください、お願いします。ジュリアンはあかん、ジュリアンはあかん、お願いお願い。もうええってクソ、ジュリアン死んだらもうレナかわいそすぎるやん。あー、もうごめんよ、俺が下手なバック。こいつら毎ターン出てくんのかよ、悪っ。極悪人、卑怯者。リセットします。いや、ちょっともうやめてくれよ。いや、マジかよ。さすがに。おい、殺すなよ。はあ。いや、マジか。毎回じゃあちゃんと砦を押さえながら行かなあかんねや。嘘なぁ。まあまあまあ、ミネルヴァ王女は勝手に聞いてくれると。アイテムの整理ちゃんとできてんのかな。ある程度はできてるか。いや、マジか。ゴードン、カイン、レナ、ナバール、ドーガ、アリク、アベル、シーダ、カシム、ジュリアン、オグマ、ハーリー、まあ、ジェイガン、パラディのジェイガン、ホースね、ウェンデルおじいちゃん、やっぱウェンデルサンダーでいくか、やっぱ、ジェイガン、ジェイガンがやっぱ銀の槍は似合うねんな。銀髪やし。バーツ、ただバーツはデビルアクス持ってるしな。ウェンデルおじいちゃん、このソシアルナイトもな。マチスはレナのお兄ちゃん。ソシアルナイトでいっか。でもパラディ司祭、バーツ、銀の槍持たせて、まあね、どうしようかな。
お兄ちゃんマジっすロシェンミラクじゃあジェイガンとマチスで行くか。ジェイガンマチスで行く。でもお兄ちゃんってあんま戦闘したくないんじゃなかったっけ。まあでもそっか、さすがにレナが戦場で出るもん。マチスもらう。鋼の槍はないんか。ハーディ、アベル、シーダ、弱くね。ウェンデルおじいちゃん。ジェイガンはアイテム渡す鉄の剣ちゃ、預ける鉄の剣でもらおう。武器系返せ。わしの槍を返せ。銀の槍、あの、カイン、そしたら鉄の槍になるのか。アベル、ハーディ。まあまあまあ。レイピア、カイン、アーマーキラーね。レナ、天使の衣使うか。でも使わな、もう、でも誰に使うね。誰やろな。まあ、やっぱ無難にマルスなんかな。だって使えへんのが一番もったいないな。使っとけばそれで救われる可能性がある。天使の衣。マルスが使うか。使っといた方が絶対得。まあ、じゃあマルスでいこう。でこれ鉄の剣とかはもう預けとこ。このままマルスさんってなるほど。シーダー、シーダーももう鉄の剣使わんとこ。あ、売るんもありか。なるほどな。そっか、売るっていう選択肢があるのはそういうことか。あ、じゃあ最初に鉄の剣を売る係を作ってもいい。難しいなぁ。難しいよ。ハーディも、ああ難しいなぁ。売る係ね。そっか、武器を売る係か。鋼の剣、あの鋼の剣はよ、あ、違う。剣を普段使う系。オグマはアーマーキラール。ジュリアンアイテムもらう。アベル、ジェイガンからもらう。ほんで、渡す鉄の剣をじゃあジェイガンに渡す。一応これで降りれると。ほんで、アベルなぁ。手あり、鋼の槍。鋼の剣は誰か、鉄の槍ないときだ。鋼の剣、鉄の剣、鉄の槍。鋼の槍。難しいなぁ。難しいよぁ。じゃあ、売る用のなんか鉄の剣とかもらっとくか。いや、マルスは売るようじゃないな。ゴードン。いやー、ちょっとわからんなー。わからねー。まあ、レナか。レナがじゃあさ、あ、でも道具パンパンやなー。いや、M シールドの杖とりあえずいらんか。アイテム、輸送隊に預ける M シールドの杖。ほんで、じゃあ、アイテムもらう。あ、武器系をもらうこともできるのか。鉄の剣。これじゃあ売るか、鉄の剣を。賢いんちゃう？レナで、鉄の剣を売る。え、鉄の剣っていらんのかな？
鉄の槍とか。わかんねえ。まあただ輸送台にある鉄の剣はいらんのじゃ。鉄の剣を売ろう。レナが売る係。あーで道具系も一個売るか。下流石は売ったか。いや売るもんはないな。あじゃあアイテムもらう道具系 M シルダーもらっといて、あこれでええか。OK 記録する。じゃあ行くか。1時間でクリアできるかな。行きます。リベンジやな。ちゃんと砦は抑えよう。みんなで動いてちゃんと砦は抑える。落ち着け。レナはまず見せていきます。で買い物どれぐらいで売れんのやろ。武器まあまあ売っとくか。じゃあ鉄の剣、鉄の剣、鉄の剣売って、いいえ、はい買う。だ鋼の剣と鋼の槍、細身の槍。これ細身の槍はな、まあ軽くて攻撃が2回できんねんな、多分攻撃速度が高い。鉄の弓は微妙やな。でもここであんまアイテム買ってもあかんとも言われたしな、難しいな。鋼の剣はちょっと余ってる感あるから、砦から出てきて即動くのって理不尽感ある。せやな、だってさっきまでおらんかったもんな。一旦とどまってくれたらええのに。なかなか厄介。で鋼の槍一個買うか。剣はちょっと今余ってる感あって、鋼の槍を一個買おう。槍はだってまだ鉄の槍使ってる人多いからな。はい、まず一旦これで。いいえ。ほんで待機。まず扉開けな。カインが開けれんな確か。待て、今武器ってどういう状態や。鉄の槍、道具使用する。扉の鍵。ああまあまあまあ、ほんでこいつソルジャーがおんねんな。そうそうそう。せやからちょっと難しいな。待てよ、ちょっと難しいね。ゴードン、ここ待機でいいかな。増援速行動は劣化以降なくなった。あーじゃあこれはあの初期の作品やからあるんや。この出てきてすぐ移動、厄介やわ。厄介な立海マジっす。鉄の槍、これみんな向こう配置が難しいな。カシム待機、動画、まあ、アーマーナイトやもんな。待機、マルス、これもうマルスでしばきに行くか。ソルジャーってなんぼ動けんねやっけ。7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 いやあかんなー、くそー難しいよー。まあみんななんとなくこの辺おるか。なんとなく近場になんとのマリク、手槍持ってるとかね。なんとなーくみんなで仲良し仲良ししといて、マジス待機、ジュリアンね、まあ、ジュリアンもこの辺か。待機、よっしゃ、ターン終了。もうニコ生あと3分かよ、早いな。まあ、こいつは軽く芝生。ソルジャー、はいはいはい、いきなり来るね。グルニア兵の攻撃、いいねー、ナイスゴードン、つえー、ゴードンつえー、
すげえ。やるね。ゴードンやるじゃん。レンチャン、なんでゴードンに来んねやろ。動画に行った方が得やろ。来るね。いいっすね、ゴードン。じゃ、ゴードン一旦引こう。ゴードン一旦引いて。帰れ、帰れ。ミネルバたちは帰れ。動きよるね。どうせ戻んねんから帰れよ。ミネルバたちよ。ほんで、どうするかな。鉄の槍、アーマーキラー。カインね。あー、カインどういた方がいいか。悩ましい。どういた方がいい気もするな。まずゴードンは一旦下がろう。一旦下がって、杖使ってもらおう。杖使って。ライブの杖。ゴードン。センキュー。ジュリアンの前で、イチャつこか。レナとゴードンで。で、ジュリアンの逃走本能を高めよう。燃えてきたぜ。ほんで、こいつを、遠距離でしばこう。遠距離。我こそは遠距離だよーって人。ハーディンレベル6。アベルレベル4。カシムレベル4。アベル、カシム。まあ、マリク行きますか。マリクが、こっから、攻撃。マリクサンダー、マリクサンダーぶっ放して、オッケー。オッケーオッケー。で、ニコ生は枠換えやな。もう時期やけ。もう一回いけるか。誰で行こう。カインで、アーマーキラーはあんま意味ないよ。鉄の剣。これカイン大丈夫かな？ちょっと怖いか。カイン、わっかい。どうしようかな。カインちょっと怖いか。カインの場所邪魔やな。遠距離攻撃したい。どうしようかな。よいしょ。ニコ生の枠を作ろう。枠作って、よいしょ。よいしょ。オッケー。多分これでついたな。鉄の槍か、アーマーキラーか。まあ、鉄の槍やな。カイン乗ったまま、行ったれ。攻撃。やれるやれる。やれるよ、カイン。オッケー。3ね。まあ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 。ちょっと嫌やけど。ほんで、マリクはよくやった。カシムか、アベルか。まあでも手やりは外れる可能性あるもんな。ワコツドン。カシムでいこう。え、勝てるかな。カシム無理やったら、悲しい。攻撃。いったれいったれ。8ぐらいは削ってくれ。カシム頑張れ。うわー、足りひん。足りねー。足りねー。やだー。やです。シーダも無理？嫌やなー。足りひんの嫌や。シーダも無理なんか。こっちおって。くそー。くそー。ターン終了するか。やられんなよ。ミネルヴァ王女。やはりこんな戦いは我慢できない。パオラ、カチュア、エスト、帰りましょう。ペガサスナイトの羽綺麗な。砦をちゃんと押さえなあかんねんな。盗賊来るね。
カインは勝てるはず。いややなぁ。オッケー。カインはちゃんと下がろう。ナイス。オッケーオッケー。いいね。全部上がった。全部上がったかは知らんけど。全部上がったかのような錯覚。カイン死ぬなよ。オッケー、いいね。いやー、つえー、カイン、つえー、カイン。もう鋼の槍じゃないのに。うわー、やばい。耐えろ、ここ踏ん張れ、竜騎士団。おーおーおお、逃げてー、カイン逃げて、あぶねー。おい、もうやめてくれ、やめて、やめてよ、もうええてー。いった、今足いって、もう俺下手くそすぎる。カイン、あーもうマジで、もう即リセットするか。いやーちょっとー、はー下手すぎる。俺がマルスでごめん、カインごめんよ、ジュリアンも、俺がマルスだったせいで。あー、まあ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 、もしあの、あーそうやな、あんま長引いたら途中で中断するわ。まあまあまあ、はあ、まあ頑張りましょう。オグマはアーマーキラーあるもんな。で、銀の槍がある。鋼の剣。まあこのメンツでいいよな。バーツ、ザガグチ。いやまあ一応延長はできるけど。まあ、だから、いや俺側の都合。まあできたら、きりよく終わりたいけど、無理そうやったら途中で中断するわ。くそー、2回も死ぬとはな。前の面がさ、1回も死なずに逃げたから、いや舐めたらあかんな、やっぱアイテム整理とかちゃんとできてるっけ。いけてるな。レナが鉄の剣を売る。まあまあまあ、いきますか。はい、スタート。これで操作ミスしてさ、マルスだけでいったらもう笑うな。無理やん。え、これもしかしてさ、マルス一人プレイとかもあんのかな、縛りプレイで。どうやってやんのやろ。あるんやったとしたら、さすがにマルス一人プレイはないんかな。厳しそう。売る。別の剣。はい。あ、やっぱり回数もお金に影響すんねん。はあ。だって今さっきなんか160ゴールだったもんね。いいえ。はい。買う。鋼の剣も1個買うか？そやな。鋼の剣1個。鋼の槍1個。これにしよう。オッケー。いいえ。じゃあまたな。どう、待機。ちょっと配置どうしようかな。配置がわからん。まあ、カインで扉開ける勝手にしよう。道具、扉の鍵。ほんでどうするかやな。悩ましいな。遠距離ゴードン、待機。もう一人遠距離を。マリ。あー、まあ情報はまあええか。ほんで回帰で遠距離系ユニット、カシム。部屋里があるのはハーディンと回帰アベルね。
待機。シーラが、あ、延長できないのってのは、そういうことか。あの、ニコ生の枠でけへん。一般会員やから、一般会員はなんか30分で枠切れんねん。延長できへんのってのはそういう意味か。シーダがなんとなくこの辺。え、弓矢危ないかな。いや、弓矢危ない気がする。俺何してんねん、もうマジで。いや、じゃあマルスで、いやマルスそこ行くの危なくね。いや、でもここ行かんとシーダが危ない。シーダを守る。ターン終了。いやー、動画その位置も微妙かなー。あー、くそ、うまいこといかん。来よったね。やってくれるやん、4ダメージね。いやー、そっか、ダブルで、もう、そっか、そこに遠距離系を置くってのもありか。マルス、あー、くそ、うまいこと言ってない。うまいこと行きたいのに。マルス、マルス下がってくれ、回復してくれ。マルスはもうミネルヴァも圧かけてくんなよ。いやー、ちょっともうね、うーん、どうしたもんかね。マルスは引きます、ここまで引きます。はい、レナは回復してあげます。せ、ライブのせ、マルス。ほんで、ほんまはな、近距離に遠距離、遠距離に近距離で行ってアドバンテージ欲しいんやけど、なんかうまいこといかへんな。いやー、これどうしようかな。落ち着け、かいな。このまま行くか。はい、歌詞、どのアドバンテージを取る。落ち着け、ゴードン・マリク。まあ、マリクで、いや、後ろ行くか。マリクで攻撃、サンダーの書、後ろ、ニッタレ・マリク7ね。やばいか。オッケー、ナイス、よけ、ナイス、よけ、オッケー、オッケー、これはナイス、マリク、ナイス。ほんで落ち着けよ、こいつも、手やりがあるんやっけ。やめる手やりな、どれぐらい信用できる手やりを。手やりね、信用してあげるか。攻撃、手やり、はい、手やりでいって、アベル、オッケー。まあ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 、ほんで、ゴードン攻撃、うーん、鋼の弓かな。 HP は9、鉄の弓でもいけるか。いやー、微妙やな、鋼の弓。はい、鋼の弓で一発、 OK、 よし。うわ、鉄の弓でもいけたんかな。いや、微妙やな今のは。ナイスゴードン、ナイスゴードン、ナイスゴードン。ほんで、あー、カインで、カインで、どうする、どうしたやねん。オグマ育ってないな、オグマ育ってないな。オグマ盗賊しばっか。くー、どうしたらいいんや。
ここはカインでいくか。攻撃。鉄なりで。はい。いや、微妙かな。失敗した気にするな。どうや？オッケー、ナイスダメージ。わー、マジかよ。嘘。これ、レナの回復がしくってんのかもな。いやー、これもう無理か。もう無理な気する。もう、なんで？なんでなぁ。いや、鉄の水倒されへんか。くそぉ。あかぁ、もう、何もかも噛み合え。ダメだぁ。だってこれシーダ、だってユニ、いやぁ、こいつは倒せるか。シーダが、いや、倒されへん。なんで？いや、ここ行って、降りて、はい。これやったら、弓矢は弱点じゃない。全然うまいこといけへんな。ナイス。めっちゃ上がるやん。これ、オグマとかも寄せた方がいいんかな。マチス。マチスとかも寄せる？大気、オグマ、大気、ジェイガン、大気、ジュリアン、レナの近く、ハーディ。あ、そこまでいけんの、ハーディ。すげえ。ハーディやっぱすごいな。ハーディンは、ハーディン強すぎるな。ハーディン、そんないけんねや。じゃあまあここまで行って、攻撃。どうしよう。ハーディンね。ハーディンは、いや、これ、でも、ハーディも危ないかな。鉄の槍で。こいつ。甘えかな。行ったら、ハーディン。いや、ハーディンやっぱ強いな。いや、でも、そんな食らうんか。ハーディン強いけど、そんだけ食らうんや。動画、詰める。ナバール。はい。詰まってるなぁ。これ死ぬか？ミネルヴァ王女。逃げろ！さあ。いや、なかなかやなぁ。なかなか簡単じゃないなぁ。なんでや？5ダメージね。ハーディンは強い。ハーディンはもうむちゃくちゃ強い。それは十二分に分かったな。弓矢ね。カインか。やらしいね。落ち着け落ち着け。いやーもうハーディン死ぬ？龍騎士団。いやー27。しょーニーナ姫。いや、ちょっとさ、ちょっと待ってくれよ。なんやねん、こいつら。もう、こいつらなんなほんまに。マジっすか。なんか1回目はうまいこと言ったのにな。なんかうまいこと言ってないな。くそ。ちょっともう今日は断念しようかな。
いやマジか、あの砦からうじゃうじゃ湧いてきたんで、もうすべての流れが。あーマジか、全然うまいこといかんかったな。もうちょっとゆっくり進軍してもいいんちゃう。なるほど、ゆっくり進軍っていうと、いやー、俺まずあのカイン、まあ、今は亡きカインで扉を開けに行ってんねんけど、いやなんか噛み合えへんかってんなマジで。例えば扉を開ける前に、遠距離ユニットで弓矢2人をまあダメージ食らうけど倒すと、で回復してうんぬんかん、ちょっと一旦それやってみるか。別に途中で中断してもいいもんな、こうクリアし終わってからセーブじゃなくてもいいかな。ちょっとニコ山の枠まだあと10分あるし、それ終わるまでやるか。扉を開けずにまず弓のユニットを倒す、相手のアーチャーを倒す、それでいいんかな。こうゆっくり進軍って言われても、そのどういう風に配置したらそのいい感じなんかもあんま分かれへんねん。レナはアイテム制度できてる？あ、できてるな。まあじゃあキャツラを選んで、待てよ、マチス鋼の槍、鋼の剣、いやちょ覚えとかれへんな。まあ、だからここも鋼の、あ、ナイトキラーを槍か。ここも鋼の槍にしたいな。鋼の槍、まだメイン武器で考えて、鋼の槍、鋼の槍、鋼の剣、じゃ鋼の槍2個買うか。 OK、 いいえ。ほんでまずレナ店行く、買い物、売る、武器、33が165、だから38、39は差はないんだ。これ190ゴールいずれも。いいえ、買う、鋼の剣1個で、槍をお兄ちゃんともう一人カインかなために買ってあげる。いいえ、あー、じゃあもうこの時点で道具交換とかできるもんな。せやから大器で、カインは、あれ、カインは横行って、道具交換、あーな、あ、あれ、あ、そっか、あ、武器の交換はできへんのか。いや、できる。鋼の槍もらって、ええやん。鋼の剣は、え、レナって攻撃できんのかな。いや、無理やな、使われへん。じゃあ、鋼の剣、でもアーマーキラーあるもんな。いや、もらっとくか。いや、どうしようかな。鋼の剣、まあ折りひんか、まあこれでいいか。で大器、オッケー、これで強くなった。さあゴードン、ゴードンでこっからしばいてみる。カシム、こっち来る、遠距離、遠距離、手あり、
オグマも来てほしいな。オグマ、来る。遠距離遠距離手あり。おお、じゃあ例えばアベルがこっちから手あり、当てろ当てろ当てろよアベル。オッケー、ナイス、超順調なスタート、幸先が良すぎるな。ほんでゴードンがこっから攻撃。あーまあ鉄板、いや鋼の意味やな。アーチャーとしてのレベルもゴードンの方が上。オッケー、まあまあまあこれぐらいは。ほんで鍵はジュリアンも持ってないな。ジュリアン、ここら辺の配置も難しいねんな。まあなんとなくみんなを集めといて、シーダとかな。あ、これ弓矢怖いもんな。向こうから開けて、いやここは危ないよ。向こうから開けてくることあんのかな。この辺ワーレンの港、うん、おいおい行くんやな。あー、こっちにも遠距離欲しかったかな。いやまあどうやろな、なんか一人盗賊来よるもんな。マーチス機動力はあるな。一人は置いとかなあかんもんな。誰置いとくねんって感じや。レベルが低いやつ。じゃあオグマがこっち来てんのまずいか。ジェイガン、マルス、動画、大気、ナバール、大気。まあこんな感じかな。一旦ターン終了してみて、であいつら一回は上に行きよ。盗賊は二人おったら倒せるでな。さあゴードンに来たね。耐えろよ。オッケー、ナイスゴードン、いいっすね。オッケーオッケー。これでこいつらには弓が効くもんな。せやから、どうしたもんかな。相手の弓をご覧くなった。ドラゴンね、ソルジャーもいてはると。あいつら上から来るから、これ扉開けんとくか。はい、うん、鋼の剣、鋼の槍。アベルは食らってない、ゴードンは食らってる。どうしようかな。例えばゆっくり進軍、ここ開けんのが怖いんかな。いやーちょっと分かれへんなー、ほんま。もう一ターンじゃちょっと待ってみるか。はい、キー、例えばゴードンこうしてみる。ゴードン下げてみて、はい、キーレナ、ライブの杖、ゴードン刺してもろて、ゴードン回復よ。ほんでマジっすかな、槍欲しいもんな。で武器交換、あれ、あーなんか、なんでこいつ、何しとんねんこいつ、はしゃぐな。いやこれこいつら結構来とるからな。下がるかみんなで。なんか下がった方がいいんかな。
前来すぎか？全然わからんな。オグマはレベル低いからこっちのやつしばくか。こんな感じか。ミネルヴァ王子とかが買えるやんな。うん。さあ逃げよるね。ドラゴンがすごい来る。誰や、ナバールか。いいね、ナイスナバ。なんじゃこいつ、ナバールの攻撃が効いてない。落ち着け。銅が毒べきや。弓矢がこのドラゴンは弱いはず。ナバールのキレソード効いてないや。だから待てよ。遠距離遠距離。弓矢。ハンターのカシムかゴードン。ダブルやな。ハーディンは手あり。あー難しいな。難しい。そしてニコ生がもうあと1分半か。じゃもう一枠だけ取るか。くー。落ち着け。ハンターのカシム。ジェイガン。ジェイガン盗賊しばっか。あ、オグマもいけんねや。じゃあしばこ。はい。攻撃。鉄の剣。いやーまあキラーの方が良かった。いやまあええか。いいっすね。2ダメージ。オッケー、ナイスオグマ。これはナイスオグマ。オッケー。扉の鍵ね。んで、手あり。弓矢。ハーディンね。ハーディンはじゃあまあこっちから攻撃。手あり。クラウンかな。ドラゴンナイトに竜騎士団食らわねー。なるほど。ゴードン。まあまあまあ、マリックもおるな。まずニコ生最後の枠取るわ。これ難しいな。ほんま難しい。どうせ言うね。とりあえずこの右上の攻防、この右上の攻防が一旦落ち着くまでやりたいな。マリクね。ドーガー、ナバール。これここに来れるやつはおらんのか。アベル。こっから手やり行くか。手やり。さあクラウンか。いったれアベル。おーく2ダメージ。2ダメージか。やっぱ弓矢じゃないときついんか。ドラゴンね。マリクはエクスカリバーがある。エクスカリバーも試してみるか。レベル3マリク。いくか。マリクが攻撃。飛行系。そっか、これも飛行系か。え、じゃあエクスカリバーでワンパンか。つえー、マリクついよ。マリクついよ。最強キャラやん。すげえ。動画はどうしようか。ソルジャーおるから、ナイフキラー。動画待機。こいつは、
じゃあカシムでいくか。カシムで攻撃。いいんちゃう？倒せるか一発で。いいねー。カシムも素晴らしい。おお。食らってんの誰やっけ？いや、ゴードンも回復したよな。で、マチスは武器欲しい。武器、交換、レナ、鋼の槍。オッケー。で、待機。他に鋼の剣が欲しがってるやつ。ゴードン関係ない。まあ、ジェイガンか。まあ、じゃあ、ゴードン。まあ、どうしようかな。難しいな。はい、キー。ジェイガンもらいに行くか。こうして、武器、交換。レイピアなわけあるかい。鋼の剣。で、鉄の剣は違う。交換。まあまあまあ、じゃあ。なんか、いやでも悪くはないはず。あ、誰も死んでへん。どこ来んねん。ジュリアン。おー。いや、結構食らう。マジっすか。まあ、こいつは、カシムか。手ありなんか。え？手あり、こいつは弓矢でしばきたいな。いや、でも、マリクもレベル4か。まあ、カシムでいくか、こいつは。カシムで攻撃。それでまあいけるはず。カシムで攻撃食らわして、オッケー。初見ドン。まあ、この枠で終わるけど。誰が開ける？カインが開けるか？これ扉の鍵、まあ、今持ってるのはカインって分かってるから、まあ、ええけど。機動力あるやつが鍵持ってるのが一番いいか。その点、ジュリアンの方が機動力がないか。機動力が7と9や。じゃあ、まあ、ジュリアンが開けるか。扉。あ、まさか！え、ジュリアンやったら、あれか？鍵使わんと開けれんのか。なるほど。そっか。盗賊やったら鍵使わんと開けれる。HP17 やべ。レナ、回復しちゃってくれ。ライブの杖。ジュリアンをちゃんと回復。OK。愛の回復。ほんでみんな大丈夫か？こっちにもソルジャーおるもんな。このソルジャー、どうしばこう。鋼の槍。まあ、ゴードンはもうレベル5。あ、でもゴードンも来るか？やっぱゴードンとマリックはな、遠距離やん。こうして、動画は歩みを進めるか。待てよ、レベル6ハーディン、レベル4。オグマ帰ってくるか。オグマも帰ってきて、誰で迎え撃つ？迎え撃つ？誰で迎え撃つねん。わからん。ターン終了。わからんときはターン終了や。ソルジャー来よる。来はるね。ほんでどうするか。オグマは？でも漫画1もあるしな。オグマね。動画で、こいつしばっか？
遠距離で行って、うーん、どうしようかな、こいつら敵の移動範囲見れるん知ってる？こうやろ。で、移動力7やろ。一応知ってるけど、なんか忘れがちやでな。オグマで、どうしようかな。ジュリアン。ジュリアンで。ジュリアンでこいつしばける？攻撃、鋼の剣。マップ上での一ターンでの移動可能範囲敵の、いや、ジュリアンやばくね？え、どうやって？ Y じゃない ?X A B ん？え、どうやって見れんのそれ。あ、XA か。なるほど。はえー、それ知らんかった。 XA で見れますよと。カシムってレベル5いったっけ？いったな。いや、これはマリクでしばかなか。サンダーの章やったら7しか食らえへんから。いやー、ブリザーもあん、いやー、エクスカリバー使わなあかんか。でも余裕ないもんな。はい、マリクのエクスカリバー強すぎるもんな。いや、強え、これ強すぎる、最強の技。ほんでゴード、ローガがこっから攻撃。ナイトキラーは使わねえな。いったらどうか。のし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 、ダッシュ。いいね、効かんね、いいね、避けもするんか。でさ、ゴードンレベル5、カシムレベル5、アベル、まあ、オグマかな。いや、オグマじゃ倒されへんか。 HP9、 オグマじゃ足りんか。そんな気もしてきた。え、じゃあ遠距離行くか、カシムかゴードンか。 HP9、 カシムかゴードン、まあ、どっちでもいいな。まあ、じゃあゴードンが攻撃、鉄の弓、あえてちょい残し、いい感じで行ってくれ。いいっすねー、ゴードン気持ちいいな、ゴードン。そしてオグマが美味しいところを持ってこう。あー、鉄の剣弱いな。鋼の剣欲しいな。まあまあまあ、オッケー。ほんでマルスでなんかようわからん竜人族を仲間にする。この BGM 騙されへんぞ。こんなんにもう俺は騙されへんぞ。ゴードン食らってない。マリク食らってない。だから食らってるやつおるか。ここで早く行っちゃうのが良くない。もうちょっと店でもたもたするか。ダベっとくか。待てよ。ナバール。待機。レナで。スエ。ライブの杖。これもったいないんかな。これ全然わからん。ライブの杖使って。オッケー。今誰や？鋼の剣が欲しかったやつ。あ、ナイトキラー。ああ、まあ、でも鋼の槍、ああ、まあ、欲しいか。じゃあ一個使うか。オグマと、ドーガに。買ってあげよう。ジェイガン買ってあげて。買い物。売る。まず鉄の剣売る。はい。はい。買う。細身の槍。これなー、シーダのやつやんな。よう分からんねんな。
銀の槍も結構消耗しとったか。鋼の剣。いや、こんな買っちゃっていいんかな。鋼の槍。もう一個。輸送隊、センキュー。X ボタンで詳細見れない。詳細？詳細っていうの？見れるよ。鋼の剣、鋼の剣。これどうしようかな。これでも下敵湧いてくんねんな。待てよ。でもこれ難しいな。ターン終了するか。とりあえずマルスは村に行く。それは間違いない。武器にカーソルを合わすときに X ボタン。あ、そうなんや。武器や？マジか。それ知らんかった。ブラ。シキという幼い女の子が、ナーガ一族の生き残り。メディウスの配下となったマムクートたちを倒せる者はいない。下流族。ペラーティで大事なものをなくしてしまう。下流石のことなのかな？下流石があれば、この、バヌトゥも活躍できるのかな。ジュリアンは回復してほしい。レナー！大好きなレナ。しゃあないな。杖、ライブの杖、ジュリアン。まあみんなでじゃあ大移動するのが正解なんだな。下の砦対策。うん。んで、マリクはこっち行ったらよくて、ゴードンもこっち行ったらいい。オグマはちょっと食らってる。オグマはここ行って武器交換。ジェイガン。あ、ほんまや。すげえ X で見れるわ。威力、命中、重さ、必殺。銀の槍は威力14、命中90。威力が高いんだ。重さも軽い。はえー、まあ、鋼の剣じゃもらうか。あ、交換にするか。どうしようかな。まあでもこうして OK。 待機で動画も、まあ、下がって待機、まあ、ターン終了するか。いや待てよ。ジェイガーまた売ろう。買い物売る。鉄の剣。はい。あ、じゃあちょっと買うで見てみるか。 X はえー、威力5。それが威力5、命中90、重さに。あ、命中そんな差があんのか。じゃあ微妙なんか。鋼の剣は鉄の剣の完全上位互換でもないのか。じゃあ話変わってくるな。いや、わかんねー。でも鉄の剣は弱いもんな。威力6。細身の槍。命中が100で、重さも軽い。必殺が出やすい。なるほど。あー、なるほどね。鋼の槍。手槍は重いんや。武器レベル3、武器レベル1。鋼の剣は扱いづらい。マジか、俺めちゃめちゃ買っちゃったな。じゃあここで買うのは結構もったいないんか。まあもうちょい上位の武器が出るまで待つべきなんだ。いやー難しいなー。難しいわ。難しいっすわ。まあ、敵はこうへんと。まあじゃあみんなで大移動する。そっかー。いやー完全上位であって欲しかったなー。バヌトゥーは、どこを追ってくれてもいいんやけど。ドーガ。マリク。ハーディ。
マリック、ハーディン、ゴードン、アベル。ほんで、ドーが、回復してあげよう。レナ、スエ、ライブ。これバンバン使ってるけどいいんかな？なんかどっかで杖を確実に変えるようになってからじゃないと、危険かな？レナはレベル9。でもレベル上がるもんな。どうしたもんか。ナバール。ナバール。カシム。大器。シーダー。大器。むしろシスターは杖使わないとレベル上げるしな。まあじゃあ結構使っとっていいんかな。ただ他のやつがさ、結構レベルが3から5ぐらいなのにさ、レナだけレベル9やからさ、ちょっと使いすぎなんかなっていう、思わんくもない。鋼の剣って微妙だったんか。それ残念やな。そっか。まあそら最序盤にいいアイテムってあんまないのか。最初はまあ不便不便で、お兄ちゃん。待機。そしておじいちゃん。待機。ターン終了。まあとりあえずこの右上編終わったし中断しとくか。いやまああと10分あるしもうちょいやるか。この枠が尽きるまでやる。バヌトゥどうしとく？バヌトゥは店を追ったら役割を果たす。設定だ。マルス。進めるね、マルス。オグマ回復したいな。オグマが、この辺行く。レナはいけるか？無理やったらジュリアに。あー、無理やないかい。レナ？シャキッとせえよ。どうか。ジェイが。いや、あんま行っちゃうの怖いな。お兄ちゃん待ちっす。レナは俺が守る。カイン。何回も死なしてすまん。カイン。ナバール。キルソードのナバール。ハーディ。いいよ。ゴードン。アーチャーのゴードン。アベル。この辺まで行って、マリック。マリックは天才。カシム。ハンター、カシム。シーダ大好き。もうしゃあないな。じゃあ横置いといたるわ。やる気あげろよ。ジュリア。レナ大好き、ジュリア。はい。ターン終了。砦では？まだか。最高峰。王子マルス。なるほど。では、ジェイガン。砦はまだ無理か。いや、でも何人かはいけるな。ジェイガンじゃあこの辺派遣して、オグマをレナが回復して、あーゲルンドマン。ジュリアン。焼き餅焼くなよ。ジュリアンじゃない。オグマね。ごめんよ、ジュリアン。レナの愛の回復。に回復。オッケー。ほんで、誰かはうまいこと入ってほしいな。誰かは頼むぞ。誰が行く？勇敢なやつ。マリコ、お前そんな言って大丈夫か？ちょ、怖いな。ちょっとやっぱ怖さあるな。オグマ。でもこの砦には入りたい。左側の砦は無理か。無理やな。まあだからアベルが砦入るか。アベル砦まで来て待機。ほんで他のみんなもアベルぐらい来よう。待機。でも山は越えられへんのかな。越えれんの。ナバール。
ナバールこっちまで行けんの。大気。カイン。ああ、まあ、ここで。大気。ほんで、オグマ。DJ オグマ。大気。マリック。大気。いいよ、みんなできてるよ、今日は。お兄ちゃん。お兄ちゃんはこの辺まで来て、大気。ほんで、ジュリア。盗賊のジュリア。元気よく、ここまで。動画。進まねえ、動画。カシム。大気。ゴードン。大気。で、シーダが、シーダがどうする？まあ、まずはこの辺おるか。はい。で、ターン終了。多分大丈夫ちゃう？オッケー。じゃ、この左側行こう。いや、ナバール行けねえ。いや、ここ通れねえ。じゃ、シーダ行く。シーダやったらこっち行ける。なるほどね。で、アベルやったら届くんか。なるほど。理解、理解。その辺は理解したな。これまずどうしようかな。どう攻めんのがいいんやろう。アベルやったら下は無理か。シーダやったら下もいける。なるほど。こいつらは？なるほど。こいつが上から回り込んできてっていう可能性がある。って感じやな。あ、動画動かすの忘れた。くそ。大気。マルス。まあ、この辺まで来て。大気。孤独なレナ。大気。こっち来ても意味ないやん。ジェイガン。ジェイガンは、ここまで来るか。大気。ほんで、誰でこっち行こう。馬が結構回り込んで、まあ、アベルがここ行っとくか。いや、この右側のやつ、こいついけるけどなぁ。レベル3か。ユニット。レベル2のユニット。オグマか。あ、まあ、バヌキはええねん。まあ、マチスとオグマでいくか。オグマ。オグマこっち来て、マチスは別。マチスね。マチスでこいついけるかな。レナのお兄ちゃん、マチス。鋼の槍。でも鋼の槍は命中不安か。って感じやな。こっちまで広がるのは微妙か。こいつはに、いやー、どうしようかな。マチスで、ここ行って、攻撃。鉄の槍。鋼はそうか、微妙なんか。って感じやな。鉄の槍。行ったれ、マチス。レナのお兄ちゃん。おー。シンプルな鉢。ほんで、アベルどうするかやな。カイン。シーダ。悩ましい。悩ましいなぁ。誰で、ハンターのカシム。まあ、アベルはじゃあ、防ぐ。まあ、アベルでこっち塞いで、なんとノーね。なんとノーや、これは。ハーディンでここ行くと。カシムでここ行って、ナバールで、ここまで来ると。寄り道しちゃったもんな。
マリクでここ行く。ボード。まあ、ここ行く。カイン。カインね。だこいつの移動力何ぼやっけ ?5!1、2、3。なあ、ミスった!配置ミスってる!まあ、じゃあ、こうと、こうにしとくか?わかんね。これがじゃあ、まあ、ラストターンかな。来よるなぁ。ちゃんと来るなぁ。グルニア兵。どないや。よけいいねぇ。いいよ。ナイスカイン。さすがのカイン。シーダか。細身の槍やんな、シーダは。グルニア兵め。貴様。オッケー、いいね。つえー。あ、効かねー。シーダの攻撃効かねー。マジかー。シーダは右側か。こいつをや、しばきに。鋼の槍。あ、こっちの砦を塞ぐっていう手もあるんか。1、2、3、4、5。あ、ありやな。シーダはここを塞ごう。ここを塞いで待機。あ、でも結構時間来てるし中断するか。ごめんな、忘れとって。バヌトゥミセ、まあミセ、鋼の装備弱いんか。しょんぼりやな。動画はじゃあこの辺来て。はい。そいつらはまあ遠距離ユニットで、うんたらかんたらしてって感じか。オグマ。もうあと1分か。じゃあここで中断しようかな。また次回。いや、この面のほんま砦恐ろしかったな。ただ、例えばここで一個だけ砦を開けとけば、経験値稼ぎができたりするんだな。そういうテクニックがありそう。そういうのが俺ができるんかは知らんけど。まあ、じゃあクリアはできへんかったけど終わろうかな。おつおつ。どうやって終わんのやっけ?あれ?これで、中断でいいんだな。状況。現在こんな状況。敵の城の制圧。レフカンディの罠な。クリアはできへんかったな。まあ、じゃあ、終わります。中断押したらええんかな。誰なんやろ、この人。はい。はい。じゃあ、おしまい。